グラブルリリンクいやごめんグラブルリリンクはね結構ハードル上がってる俺は俺はグラブルというコンテンツが好きだから結構ハードルが上がってんだよなグラブルリリンクに関してはでもさ面白そうじゃないいやモンハンでいいんだから別にあれモンハングラブルのモンハンはい面白いモンハンでよくないあなたねーちょっと待ってこれ1個いっていい これあなたいい言葉を出しましたねこれこれさ「何々で良くない」ってあるじゃんゲームにおいてただこのグラブルリンクの話言うと「モンハンで良くないモンハンのグラブルはい面白い」からの「モンハンで良くないモンハンはやってんだよね当然だから意味不明なのよこれはモンハンで良くないって言われてもモンハンもやってもつまんないわけ終わってるからいやじゃあモンハンが終わってるっていうのはそういう意味じゃねえって モンハンハをやり尽くしてああ楽しかったってなってつじゃ次のさモンハンが出てくれてたらいいんだけどないじゃん実質問題だからいろんな企業が面白いゲームのフォーマットでいろんなゲームもうパクリでもいいよなんなら消費者的にはパクリでもいいわけおもろかったらパクっておもろく改善できてたらもう別になんでもいいのよねその側の IP はだから もうグラブルのモンハンでもいいし、フェイト、グランドオーダーのモンハンでもいいし、ポケモンのモンハンでもいいし、もう何でもいいわけ。そう、ライオットはそれがね、マジでうまい。そう、それはね、マジでそうだと思う。いや、ポケモンのモンハンはちょっとあれだから、ちょっと例え話だから、真面目に考えないでくれ。違うんだよね。何々で良くないじゃなくて、ないじゃんだって。ないねん。何々で良くない理論は、まあ、 マジで弱いと思うけどねマジで弱い行動何々でよくないガチで弱い何々でよくないわそれで本当に良かったことってマジでない <laughs> パチンコはエヴァでよくないいやうーん俺はうーんユニコーンのがいいからまあ打ったことないけどねなんでエヴァでいいのちなみに スペックがい,いってことあ、単純に両,両大ってことなんだ演出バランスが神え、でもさ BF2.0 にやった後に BF4 で良くないってなったとしてもまあでもこれはそうでもないかなんかそういう時ってさもうさそもそもさ帰れなくない,何々でくないって前のやつに戻ろうとしても無理じゃないその故郷がなくなってないもうすでに。 でも、バトルフィールドはワンチャンあんのかなその、街じゃないけど、村ぐらいになって、細々と生き残ってる可能性ある,あるなと思ったから、ちょっと違うかなと思ったんだけど、今のは。そうドタオートチェスも、いまだにドタオー,トオートチェスがマジで最高ーって言ってる人って、やっぱ結構いるイメージなんだけど、全然 TFT のが面白いと思う、俺は。やっぱ。 い,やいるんだよねこれ今ね外出て走ってたやつもオートチェスのが良かった昔は良かったみたいなのマジ言ってくんだよね。TFT つまんねえっつってあいつ行ってくるんだけど俺が思うにダメなパクリってなんかそのさマジでキャラも一緒だしなんか構成されてるキャラを構成されてるパーツが一緒とか登場人物が一緒とかーお話が一緒とかは。 まあどうなんて思うけどなんかそのゲームのさシステムって違うじゃんねパクってなんぼだからやっぱ <laughs> いやだって DAD はさパクられた側じゃん警察に <laughs> DAD パクったとかじゃなくて持ってっちゃった可能性があるじゃんあのアセットアセットをパクった可能性があるわけでしょだそれはやばいじゃんそれはなんかその真似するとかじゃなくて セットじゃんただのそれはまたやっぱ別だからまあそれは決着ついてないけどね。